以上で1回戦は終了です。準決勝第1試合の渦巻ボルト対奈良鹿大戦は30分の休憩を挟んでから再開します。影分身4人出せるようになったんだって。試合でビビらせてやろうと思ったのによ。負けて泣くなよ。正々堂々恨みっこなしでやろうぜ。ま、こんなもんなしでも負けるわけねえしな。なんだいその言い草は。可愛くないね。ま、リラックスできてんのはいい。チャンスは一回きりだぞ。ああ。プレッシャーかけるつもりはねえけど、ボルトに負けるなよ。まもなく準決勝を開始します。さてと、勝ってきますかね。この葉隠れ渦巻ボルト、この葉隠れ奈良鹿大。あ、お兄ちゃんだ。準決勝第1試合始め。2人とも腕を上げたな。やるわね2人とも。ま、鹿大にしては頑張ってる。ナルトン熱風ショット。蹴りつけたかったんだけどな。つまんねえこと言うなよな。してんじゃねえか。うっせえ、黙って捕まれ。焦るなよ鹿大。影分身の術、鹿大ちゃん。あっち、うるせえな。あっちこっち。なんで影をあそこまで広げられんだってば。ボルトだけじゃねえって話だよ。影分身で型をつけに来んのは大体読めてたからな。だて潔くギブアップしてほしいんだけど。今日の中人の虹よくやったな。諦んねえんだ。しまった。まだやるか。俺の負けだ。あれやれ、どっかで見た光景ね。勝進出決定。わか、決勝進出おめでとうございます。中でまだ1体しか出せない影分身をまさかあのように使う。これは追加分です。わかと私でこの古臭い忍びの世界に新しい風を吹か。新しい風を。あ、いたいた。よいしょっと。みんなあとちょっとだったね。お前はもうちょっと悔しがれよな。過ぎたポテチにはこだわらない。勝てそうな気してたんだけどな。いつも例えが微妙すぎてわかんないんだよ。なんだよ、そうだな。中人なんて俺たちの柄じゃねえしな。だな。今夜は残念会だ。ボルト、決勝で下手な試合したら任せとけってばさ。おう、サンキュー。あ、でも萌木先生の給料じゃ。